おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、小説二十巻天地冥道編第1章最初の決戦その3を紹介します。この動画は新巻21巻をより楽しむための、復習動画59本目です。前回までの動画を見ていない方は、再生リストの点すら復習動画で一気見できます。漫画勢やアニメ勢の方にとっては、ネタバレになりますので、注意して、ゆっくりしていってね。前回の一部、いやあ、さすがはご豚様です。絶対助けに来てくれるって、私、信じてました。キラキラと瞳を輝かせるエスプリは、実はご豚のファンなのだ。え、やっぱそうっすか？照れるっすね。四天王として、ガツンとかっこいいところを見せてください。エスプリがご豚をおだてる、煽っているわけではなく、心の底から本気だった。それじゃあ、この戦いが終わったらデート。と、ここでご豚が調子に乗ったのだが、あ、そういうのは間に合ってますんで。好きとかそういう感情ではないので、そこは誤解してはならない点であった。ガックシとうなだれるゴブタを残し、エスプリも戦線離脱していった。こうして、フォビオとエスプリの活躍によって戦線崩壊は免れた。それを踏まえて戦士交代の後、戦いは第3ラウンドへと持ち込まれたのだった。ここから最初の決戦その3本編です。対戦の火蓋が切られていてから数刻、戦場にはいくつかの不可侵領域が形成されていた。超越者同士の戦闘が行われている区画だが、実力なき者は近寄るだけで粉みじんにされてしまうのだ。戦場の上空では、ミリム四天王フレイと中将トルンの一騎打ちが、何者も寄せつけぬほど苛烈さを増していた。音速すら置き去りにする領有の空中戦に巻き込まれぬように、天将衆やミリム親衛軍も遠巻きに見守るしかない。それは、トルン配下の空飛ぶ虫どもも同様で、大きく隊列を乱しながら散開している。こうして、領有の決着に勝敗を委ねる形になったかに思える天空の戦場だったが、それは明確に間違いであった。俯瞰的に眺めてみれば、一方の戦力だけが減り続けていたのである。キシッシ、お前、弱い。得意なの、逃げるだけだな。最初こそ、フレイは攻勢に出た。しかし得意の攻撃を開始されて以降、防戦に徹していたのだ。いや、何度か攻撃を繰り出してはいるのだが、それはトルンにとっては大して意味のないもので、まるで脅威ではなかった。これが本気なら、スピード以外は見るべき点の内敵であると断定して問題ないレベルだったのだ。もちろん、それで油断するようなトルンではないので、ここまで戦闘が長引いているわけだが。それでも、そろそろ終わらせてもいいかと思い始めたところであった。だからこその発言だったのだが、フレイはそれを鼻で笑う。あら、そう見えるの？だったら感謝しなきゃね。何？意味がわからぬと、トルンは首をかしげた。追い詰めているのは自分であるはずなのに、フレイの表情には確かな余裕の笑みが浮かんでいたからだ。あなたがバカで助かったわ。なんだと？戦闘で一番重要な要素って、なんだと思う？速度だ。まあ、それも正解ではあるわね。でも、確かに、速度が一番重要な要素であるというのは、フレイも同感である。しかし同時に、もっと忘れてはならない要素が存在していた。それは身体能力に由来するものではなく、知能に基づくもの。つまりは、戦い方であった。同じ程度の実力者同士がぶつかるならば、どう戦うかを考えるか考えないかで、勝敗が大きく左右されるのだ。今回の場合、今の戦況がそれを証明していた。フレイは初撃を開始された時点で、戦いが長期化すると読んだ。であれば、いかに疲労せずに敵の体力だけを奪うかが重要だと考え、最適効率を求めた戦い方を演じていたのである。それは自分だけに限らず、部下たちも含めての戦術をとっていた。つまりフレイは、自分とトルンの戦いの余波に敵軍勢を巻き込むようにして、戦況を自分が有利になるようにコントロールしていたのだった。フレイの特筆すべき点はトルンの力を利用して敵軍を破滅に追い込んでのけるという、その頭脳にあったのだ。これが、フレイ。狡猾なるスカイクイーンの本性であった。フレイに笑われ、トルンもようやく現状に気づく。な、お前、最初から、これを狙って。さあ、どうかしらね。生意気な。だが、俺に傷一つつけられない以上、勝つのは、俺、だ。激怒したトルンが加速して、フレイに迫った。しかし、それもまたフレイの読み通りなのだ。トルンの変幻自在な空中殺法はとても厄介で、魔王士クラスでは視認さえ不可能なレベルなのだが、フレイであれば話は別だ。何度も見ればパターンを見破れるもので、トルンの初速から算出して予測攻撃地点まで割り出せている。強者には物理法則を完全に無視した動きをする者もいるので、思い込みは危険なのだが、トルンの場合はきっちりと基軸世界の法則に縛られているのは確認済みだった。だからこそ、告げる。思い込みって、危険なのよ。私は臆病だから、確信を持てるまで時間がかかっちゃうのよね。フレイがそう言い終えた時、予想通りの位置にトルンが到着していた。そしてトルンが気づいたのは、自分の胸の外骨格を貫く爪の痛みだ。トルンの自慢の金属光沢のある外骨格は、アリオニウムである拳ほどの強度はない。であるならば、アダマンタイトで十分に貫けるわけで。その結果が、今の現状であった。は？トルンが動揺するが、すでに手遅れだ。
抵抗しようと必死に抗うも、トルンの剣脳は何一つ発動しない。フレイの爪に掴まれた時点で、勝敗は決していたのである。そして、貫かれたトルンの胸部には、インセプターにとって重要な魔核が存在していた。フレイの爪は、それを握りしめており。だからね、さようなら。トルンの魔核が見事に砕かれる。これが、フレイ。トルンの死であった。ルチアとクレアがフレイをねぎらう。お疲れ様でした、フレイ様。お見事でした、フレイ様。これより、本腰を入れて掃討作戦を行いますね。フレイは優雅にうなずき返す。お願い。さすがに疲れたけど、戦いはまだまだ続きそうだもの。私も休んでいる場合じゃなさそうね。そう言いつつ、戦場を見渡すフレイ。その視線の先には、苦戦している仲間の様子が映っていたのだった。フレイは終始優勢であったが、そうでない者もいる。ホビオたちほどひどい格差はないものの、敵に翻弄されつつも必死な抵抗を見せているのは、援軍としてやってきたガビルであった。ガビルは決して弱くない。新たな力も得て、強者の一角へと成長している。しかしながら、相手が強すぎた。中将ビートホップは、ガビルでは荷が重すぎる強敵だったのだ。ガビルの存在値は126万であるのに対し、ビートホップは170万を超えている。存在値の差が決定的な戦力の差というわけではないが、ビートホップは身体能力などの戦闘能力が存在値に直結する割合が高い。下手に剣能を有していない分、近接戦闘に特化されたインセクターなのだ。万能型のガビルとは、相性も最悪だったのである。ガビルが一人だけだったなら、とっくに敗北を喫していただろう。そうなっていないのは、共に戦う仲間がいたからだ。ガビルさん、大丈夫かよ？我が輩、まだまだ健在である。ご安心召されよ、スフィア殿。ユーラザニアに侵攻してきたミッドレイと戦った時にも共闘したガビルとスフィアが、今回も手を組んでビートホップと対峙していたのだった。スフィアには非重騎士団の団長という役目もあったのだが、そんなものは部下たちに丸投げだ。今回はホビオが先に指揮を放棄してしまったから引き継ぎに多少手間取ってしまったが、スフィアは指揮には向いておらず、いつも皆の指揮を高めを得るなり、お役目ごめんになるのである。それよりも、子としての戦力を生かすために、敵将を一人でも多くほふる方が良い結果につながるのだ。本人もそれを自覚しているだけに、今回も迷わず戦いに身を投じていた。しかしながら、ゼラヌスの軍勢も一筋縄ではいかず、2対1と有利であるはずなのに苦戦を強いられていたのだった。いいねえ、いいねえ。やっぱ戦いはこうじゃないとな。興奮したビートホップが、高らかに笑った。ビートホップは、自分の力によっている。圧倒的な力で弱者を倒すのが楽しく、ビートホップにとっての戦いとは、勝利が約束された遊戯のようなものなのだ。その点、今回の相手であるガビルとスフィアは、二人合わせてちょうど良い相手であった。一人ずつなら物足りなかっただろうし、数の上での振りを覆すというシチュエーションも、ビートホップを高ぶらせてくれていた。だから、本当ならもっと早くに決着をつけられるのに、こうして戦いを楽しんでいたのである。そうした不純な思惑は伝わりやすい。ガビルとスフィアは必死になって勝利の糸口を探りつつ、自分たちの実力不足を嘆いていた。我が輩も幾度となく強敵と相まみえてきたが、貴殿はその中でもとびっきりに強いようである。ほう、そうかい。嬉しいことを言ってくれるが、手加減はしてやんねえぞ。ビートホップの声は本当に嬉しそうだ。それとは対照的に、ガビルとスフィアが不愉快そうに叫ぶ。ふん。少子である、今の今まで本気を出しておらぬくせに、よく言えたものよ。ああ、まったくだぜ。武人なら武人らしく、敵を殴るような真似すんなや。ビートホップとしては手を抜いているつもりなどないのだが、楽しい時を長引かせたいと考えていたのは確かだ。ガビルとスフィアはそれを見抜き、気分を害していたのである。もっとも、そのおかげで未だに無事なので、余計に苛立っている。敵の慢心に助けられているという状況は、屈辱この上ないものなのだ。憤慨しつつ、ガビルは回復薬を飲んだ。同じくスフィアも、遠慮なく高価なフルポーションを一気飲みする。それなのに、二人の体にある無数の傷口は、回復の兆しすら見せなかった。その理由は簡単で、二人の存在値が回復薬の規定量を強化しているからだ。スフィアもカリオンが覚醒した影響で進化しており、今では存在値が50万弱にまで強化されている。ガビルほどではないが、上位魔人や聖騎士級の人間などとは一線を画しており、常人なら完全に回復する薬でも効能が足りていないのだ。フルポーションの原則は、魔素によって細胞を活性化し、足りない部分を補うことで部位欠損すら回復させている。ところが、ガビルたちのように細胞内の魔素密度が高い魔人ともなると、一個にこの回復薬では細胞を補えないというわけだ。だから二人は、この戦闘中に100個以上も回復薬を使用していた。多少の怪我なら振りかけるだけでも効果があるので、すでに二人は薬で全身水浸し状態だ。味も改良しておいてよかったのである。もう当分は、回復薬を飲むのは遠慮したいものだ。同感だぜ。最初はイチゴ味でいけると思ったけど、もうお腹パンパンだ。スフィアはガビル以上に回復頼りなので、かなりうんざりした様子である。しかしながら、こうして無事でいられるだけ幸運なのだ。それもこれも、ミッドレイとの特訓のおかげであった。二人はここ数ヶ月の間、ミッドレイを相手に近接戦闘術を学んでいたのである。
こなせるようになった機動砲の防御膜がなければ、回復薬の出番すらなく死んでいたに違いない。しかしその幸運も、ビートホップの雰囲気が変化したことで終わろうとしていた。今回はここまでなの。さすがフレイ様なの。全然戦っているところは、見えなかったけど、フレイ様は最速で最強なの。ガビルさんの翼は昼寝する時の、日よけとして最適だから頑張ってほしいの。だけど、ポーションまみれは寝る時にはいただけないの。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。